はい、あ、太平洋クラブ成田コース、アウトコース3番からそうですね、はい、やっていきたいと思います。めちゃくちゃいい球。ナイストレース。ありがとう。いい感じですね。うん。まあそうでしたね。見た目がでもちょっとこういい顔してるから。はい。優しくは見えないね。難しくも見えないですよね。うん、難しくも見えないけど別うん。まあそうだね、やっぱり前の方が優しく優しい感じで球も良かったような気がする。なんかその辺難しいですね。うん、じゃあお願いします。お願いします。OK、 ありがとうございます。もう一球打ちますか。もう一球いいですか。じゃあ、はい、ボールあります。ボール待ってる。サンバパンダ、パンダボールですね。パンダボール。フェアウェイ右サイド。普通だね。3番なんで僕これだって。抹茶ね。はい。これは7番アイアンしかなくて、まあ、ちょっと手前からアプローチ、はい、していきます。アプローチ練習いいですね。52度で、はい、手前に打ちたいと思います。わかりました。何のドライバー使ってるんですかね皆さんは。結構でもそのなんていうんですかね、ちょっと前のドライバーとか使ってる方、うん、キャロウェイで言うと、うん、まあ、僕も前使ってた XR とか、ああ、はいはい、ビッグバーサーとか、うん、2月の辺のもうありますかね、のキャロウェイを使ってる方とかもいると思うんですよね。確かにね。もうなんかこれから変えられないみたいな、うん、絶対いると思うんですけど、まあ、最新が最良じゃないっていうね、まあ、そうですよね、うん、やっぱもう自分に合ったクラブって絶対ありますからね。ありますよねやっぱりね。でだって本当に1ヶ月前、2ヶ月前は和子さんって M6 だったね。そうだね。そうですね。使ってましたから。M6 だと、まあ、ちょっと前の。3年ぐらい前ですもんね。そうですよね。はい、あ。和子さんで、その感じだったね。でも、未だに結構 SIM 使ってる人とかもね。いますもんね。うん。いるから。その辺は。ね、もう本当。あと愛着の問題ですね、本当に。愛着の問題ですね。ドライバーって買いづらいじゃないですか。値段も高いしね。そうなんですよね、うん、ただその純正のシャフトで今までいいのかとか、うん、いろいろ考えるじゃないですか。で、あれだもんね、しかもスリーブ変えないといけないとかね。そうですね。ダメだったらすぐやめるってわけにもいかないしね。値段が値段ですからね、うん、もう奥さんに怒られますよ。いたことないのに。奥さんに怒られてみたいですね。怒られてみたいですね。願望 58?58 でいきます、うん、ちょっと止まれ、うん、走るね。ちょっと走りますね、うん、最近こう下硬いじゃないですか。はい。そうするとアプローチも難しいよね。難しいですね。なんていうのかな、あの特に芝生もまだそんな生え揃ってるわけじゃないんで、ね、ちょっとまあ今くらいなんかこう行っちゃうような、行っちゃう感じするよね。感じはありますねやっぱり。
和子さんも58ですね。58、ニュー58なんで。あ、止まっちゃった。じゃあそのまま僕行きます。はい。新品なんでね、ギギュッときます。ギギュッとやっぱりコースじゃ来るよね、やっぱりね。そうですよね。ナイスパーです。はい、ありがとう。結構今日バンカー練習しようと思ったんですけど、はい、練習場のバンカーがね今改装中なんで。改装中ですね、うん、打てなかった。皆さんによりいっぱいバンカーを練習してもらうために砂をいっぱい入れてありますからね。まだ入れますから。まだまだ入れる。あれよりもう左に行ってしまった。ちょっとアプローチやっていいですか。あ、アプローチあります、うん、俺のボールもらっていい。和子さんのもう58みんな知ってますもんね。みんな知ってると思うよ出てると思う。出てないのかなもう分かんないです。なんか感じ違うんだよね。でも若干っすか。うん、前より。前の方が良かった感じが勝手にしてる。でも、うん、そういう勘は当たってたりしますからねやっぱり当たってたりするよね。するんですよやっぱり。そういう勘がこうまた失敗を生むというか、うん、失敗するとやっぱりなみたいな。なんかね。そうなんですよ。何かを察してるんですよね、やっぱり。なんか察してんだよね、多分。なんか違うんですよね。なんか違うの。前と同じような感じで振ってるけど、思った球が出ない。なんか違う気がしてんだよね。何も測ってない。まあ全部合わせてはいるんですけどね。まあ、このコンディションが難しいっていうのは多分あると思うんだけど。はい。何か違う気がしてるんですよ。これは僕と皆さんには分からないです分かんないよね。はい、和子さんの中でしかないんで。色かな。僕の打ちます、うん、どうしようかな。なんか色味とあれもあるよな。絶対色味が。やっぱ黒い黒いシャープに見えちゃってるよね、ウェッジが。もっと鈍感でいいと思ってるんだけど、うん、難しいですねどうですか。やっぱ色味とかかな。ロフト回るように見えるしさ、なんかうまく打てそうな気が。
気が、まあ、気は大事ですからね、うん、気が全てまでありますから。うまくいきそうな気がするよね。気が大事です。この色かやっぱり、まあ、前回この色だったからね。そうですね、僕はやっぱその僕もその色がいいんじゃないかと思って僕もその色にしたんで。まだ終わんないよ。これでもう一本の動画というか3番ホールだけで今日1日終われそばす、終われますよ。終われるね。はい、カメラ回ってなかったらずっとこうだからね。まあ、そうですね、うん、ひたすら練習、ひたすらこうやってやってるんですよ。カメラ回ってなかった感じいいですね。僕のこっちの方がやっぱ柔らかく打てるって感じするね。イメージね。カップ切り来ちゃったから、次行こうか。わかりました。はいはい、4番ホール389ヤード。はい、じゃあログ ST マックスのスプーン、はい、打っていきます。ベンタス TR の 6X か 6X。 はい、左跳ねた。カート道キックス。カート OB は行かなかったですよ。行かなかった？あの こうボールが。あ、そうなんだ。はい。カメラで捉えてました。すげえ球強かったな今。強かったですね。うん。球がやっぱ捕まるね。捕まってますよね。捕まってますよね。よし、僕も同じですね。OK。同じスプーンで。僕は 6S です。TR6S。 当たりが悪い。もう1球打ちます。和穂さん、もう1球打ちます。僕はまちゃんいいの？僕大丈夫です。ほんと？はい、2球目4番。はい、ちょっとかすったな。言葉が出てきてないですね。1ヶ月後だね。大事なのは、まあ、皆さんめちゃくちゃ動画よく見てくれてるんで、うん、いろんな変化にはすぐ気づくと思いますよ。あれ、ホッホーさんクラブやったな、カバーが違いますねみたいな。うんうん、まあ、まだ分かんないですからね。捕まるな。またちょっと気温も暖かくなってきたから、それもあるよね。それもありますよね。うん、急に何ていうんですかね、上半身に力が入るというか、まあ力入れれるよね。抜いてるけどだから、うん、まあでもあれだな、ちょっとドライバーとかフェード打ってんのにスプーンだけなんかああやってフックするんだったらやっぱりちょっと、いや、そうなんですよね。それは僕も思います。うん、そのアイアンは、うん、なんかこうドローしてても、うん、なんかなんとなく、まあ、そんなピンに対して大体まっすぐ目に狙ってたりするじゃないですか。ターゲットに向かってまっすぐ狙いますけど、うん、まあ、やって200ヤード以上も打つクラブになってくると、ある程度こう曲がる方向が一緒の方が、そうだよね、まあ、なんとなくこうターゲットが取りやすかったりするんで、うん、その辺ありますよねやっぱり。捕まっていいんだけどね、いいクラブなんだけどね。そう、捕まるのってめちゃくちゃいいことなんで、うん、逃がせばいいんだけど、ちょっとそれがなんか
思ったより逃げないというか。そうですね。うん。それがいいのか悪いのかがまだ分かんないですね。そう、まあシャフトだとは思うんですよね。そうですね。シャフトを赤ベンタス入れるか。ワコさんやっぱ赤ベンタス感じいいですもんね。赤ベンタスの方がそのパリッとしてるからさ、はい、逃がしたい時に逃がせるっていうのはあるよね。やっぱり。そうなんですね。うん。なんかやっぱり、うん、ドライバーもやっぱ感じものすごくいいですし。そうだね。まあ普通のだこのローグにとりあえず赤ベンタス入れてみるか。そうですね。一回入れてみてもいいかもしれないですね。うん。赤ベンタス入れるか、ローグに入れるか、家にあるヤマハに入れるか。ああ、まあヤマハもいいですもんね。顔もものすごくいいですし。ヤマハいいよね。顔が多分このローグよりいい感じなんですよね。そしたらヤマハいいですね。うん。後ろが僕ですかね。うん。でも山に赤ベンタス入れたらもうローグの出番ないね。またいい時が来るかもしれないけどね。難しいところですね。うん。距離170とか180ぐらいありますかね。はい。7番アイアンで。OK です。行きます。ラフタよ。えい。はい。俺の林なかったな。そうっすね。それこれ1球目じゃないっすね。そう。林の中でした。ボール多分あると思うんすよね。あそこにね。バンカーならし、まずはね外周をきれいに鳴らした後に中をこの機械で鳴らします。ワッホーさんのやつめちゃくちゃ難しくないですか。あそこはもう出すだけだね。やばいっすね。唯一木の密集しているところにワンチャンあるか。あれまさかの怪我するからね。あ、いけそうですね。あ、いけるね。これがピン方向、僕のボールこれですね。空いてるね。空いてます。ピンはちょっと左になります。9番ヤンぐらいだったら最高だったよね。8番だとちょっと土手が気になるですね。土手と、そうだね、130か。まあ、じゃあもうちょっと離れておいた方がいいな。わかりました。うん、離れてズームしてて。違いない。惜しい。ナイスです。はい、サンキュー。左の木に当たるかと思ったよ。さすがにちょっとドゥルー目ではいけないですもんね。いや、ダメだよ。そこまで欲張ったら左の木にだったら右に跳ねるじゃん。あ、そういうことですね。右の木に当たったら帯入っていくなと思って。あ、そこまで計算してたんだね。それはそうだよ。だから、まあ、一応間狙ってね。いや、だけど当たっちゃうならどっちかみたいな。もう確かに左当たれば、まあとりあえずフェアウェイ出る可能性ありますもんね。左ね、そう、左の木の芯には当たんないと思うんだよね。俺は多分左の木の芯に当たったら自分に当たりますじゃないですか。左の木に当たってからの右の木に当たって左の帯はあるかもしれない。あ、可能性あるね。そこまで考えたら右の木に当てて、いやいや、ダメですよ。確率的には全然ダメなんで。いや、でも皆さんは本当にね、あの広い方に出した方がいいですよ。いや、本当に。でもやっぱり、うん、まあ、僕たちもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり林の中からスーパーショットをいっぱいテレビで見てきたじゃないですか。タイガーの見てきたからね。あれ見たら、うん、やっちゃいますよ。やっちゃうね。
だってかっこいいですもん。あれでしかもまたピタッて捨てて 5,6 メーター入れたりするじゃないですか。上がったらボギーだったりしてね、これも。同じボギーだったら安全に横出してボギーの方がいいですよね。その方がセーフティーだよね。むしろパーまであるんですよね。これやっぱ上げてキュンキュンがね、ギュン。これだって転がしていくのはちょっと難しいですもんね。パーあるね、パー。ナイスです。ありがとうございます。冒険した甲斐ありましたね。あれ入れてやっと成果出るところですよ。あれ外したら何の意味の何の意味もないです。リスクだけ背負ってさ。本当だから、パターを最後入れるか入れないかは、はい、やってきたことが正しかったか正しくなかったかの。そうっすね。あれは入りますよ。あれは近いね。近いですよ。うん、先に先に行きましょうか。先にお願いします。マスターズを見てるかのようなアプローチでしたよ。松山君はこんぐらいに寄ってたよね、全部。いや、特に僕は初日の最終ホールとかちょっと痺れやがったですね。最終ホールね。はい、すごいね。すごいっすよ。ピッチマークつかないぐらい硬いのかな。多分ついてないと思います。ついてないね。僕のは大丈夫です、ライン的には。安心にならない距離だけどね。ペロンチョ、ナイスパーです。はい、ありがとう。いや、上がったら一緒。いや、僕のが悪いまで。いやいや、それはないよ。僕なんか当たり悪かったから手前見落ちたんですね、めちゃくちゃ。いい鳴らし方してますね。ありがとうございます。ありがとうございます。サク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 、気持ちいいですよね。僕好きなんですよね。気持ちいいよね。そうなんですよ。うん、一本の方が気持ちよくないですか。気持ちいいね。よし、上りフック。ちょっと弱いのか。ワッホーさんより遠いっす。そうだね。でもフックしてきてこっち側なんで、多分ストレートラインですね。ナイスパ。ありがとうございます。ということで3-4終わりましたね。はい、次回お楽しみに。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。